シュート。そうですよ。そのあの小林優とかみんなありますけども、はい、普通にやるんですけど、キャン先生の斜めなんで、全部制限なんで、もうどう言われて始まったか、なんか迫力はありましたね、すごい。すごい変化に富んでますね。で、あの例えばジオンですね、はい、ジオンもありますので、ちょっと比較してるんですよね、はい、ジオンも。はい、お願いします。アンチ初段、敵初段Thank you.
あ、こっちの看板も来ないんですね。あ、そっか。例えばジオンですね。はい。ジオンもありますので、ちょっと光ってみましょう。はい。ジオン。これにくっつくらしいですよ。これに。はい、ちょっとも残るんですけど。はい、ちょいけんとここですね。これはないです。先生、どこも残る。はい。しにくいでしょ。はい。こうですかね。ああ。ついてから来るから。はい。はい。こっちですね。反対。反対側です。こうですね、はい、こうで、で、そのままそうそう、はい、そうここを受けると突きが入ってるし、はいはい、ここを受けても突きが入ってる、いつも親指を持ってこう拳を押さえ、体を押さえて受けたんですよ、はいはい、それを反対に捉えた時これを応用するとこれ戦うけど、これを捕まえてくるわけ、はい、こうやって外人なんか強いかもわからない、はい、こうやりながら腰も一緒に入れると入るんだよ。でもそれやっぱ道がある空から進んでくる。これ何なんだろう。そっちの方が多いですね。どこまで続いてるのかな、あれどこまで行けるのかな、どうなるんだろうな。皆さん昔の先達はここで何を得たのかなって、うん、何を得てどうなったのかなっていうのが楽しみですね、この学生。中達也、日本空手協会総本部師範。中は今回のグレートジャーニーで2人の男に出会う。一人目は山城義知。数百年前から伝わる沖縄空手を現代の格闘家たちに指導し、古流空手の強さを証明し続けている。僕はやっぱ競技者なんで、人生かかってるんですよ、勝ち負けに。あ、なるほど。夢と人生、生活かかってるんで、自分より強い人じゃないと習いたくないですよ。型を練習してその強くならないはずがない。取り手っていうのの動きのうちの、まあ、巻いてないんですけど、でこれで離れる。おっとっと、ピタッて形が出てる。これだけ、これだけ、このまま抜きながら、おすごい、もう崩れないんで全然、来てても来てないと思っちゃう。もう一人は宮平保。沖縄で空手を修行した後、二十歳で中国へ渡り、さまざまな禁じ手を含む伝統的な中国武術を身につけた。おお、危ないですね。はい、はい、こっち打ちますね。早いですね。いや、もうすべて危ないじゃないですか。あの間合いも危ないですし、これでしょ、それですね。はい、これでいくとちょっと困りますよね。これができてくるかな。はい、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 見えにくいですね。Thank you.